シャリステラ先輩の言う通りでしたね。湿地を出たら飴の色が戻りました。一体、何だったんでしょうね。まあまあ、早速始めちゃう？疲れてるなら休憩してからでもいいけど。私は大丈夫です。準備してきますね。あ、私も。ねんきん、ねんきん。散らかってるね。気づいたら片付けるようにしてるんだけどね。錬金術の勉強に夢中になるとつい。レスナちゃん、お掃除とか整理整頓とか得意なのに、錬金術のことになると人が変わるよね。師匠の課題が終わったらとことん掃除しよっと。よーし、それじゃ始めますか。先輩方、よろしくお願いします。私も粉骨再生します。あとはこれを納品すれば依頼完了だね。早く行こうよ。